はい。というわけで皆さん、ユーロは見ましたか？マグは朝4時に起きて、しっかりとユーロ観戦させていただきました。おめでとうスペイン。おめでとうスペインなのにもかかわらず、オープニングでいきなり代表ユニなんだ。そう。ユーロ終わったら、次はパリオリンピックですよ、皆さん。っていうことはだ、今回はまあレアルガチャの合間に挟まれてたから日本代表で許そう。いつかスペイン代表の方で来るんじゃないですかね。ユーロはなんとなく運営ちゃんやらなそうな気がするんで、本当はやってほしいんですけれども、ユーロじゃなくてスペイン代表はありえそうな気がします。ただそれならやっぱりユーロ優勝メンバーでスペイン代表作ってほしいですね、本当に。はい、どうもマグマグマグロンと申します。はい、というわけでサカツクやっていきたいと思います。ここ最近この国縛りのアクセサリーをね作り始めてるんだよ。だからね、国別は来る可能性はあるよね。だからユーロより来るとしたらスペイン代表なのかな。ね。でも、それを作んなきゃダメよね、やっぱりね。いつかな？ 10 月かな？年末かな？ね、ちょっといつかわからないですけれども、ぜひユーロ優勝メンバースペイン、出してほしいです。お願いします、梅ちゃん。はい、というわけで、今回の、サカツクお知らせ読んでいきたいと思います。ね。はい、というわけでじゃあやっていきましょう。まずは何ですか？はい、もうリミテッドマッチセレブレーションカップとか書いてありますけれどもね、こんなのが来てますよね。これは報酬内容ですか？じゃあまあこれはまた今度、こっちはいいや。はい、というわけでね、今回マグがこんな格好をしているのはね、何もパリオリンピックのためだけではございません。はい、というわけで次はオリンピックだよって言いたいんでしょうね、梅ちゃんもね。なのでこんな感じになっております。新監督を獲得できる期間限定ミッション開催、新監督登場、新星6監督山木正弘登場でございます。山木でございます。はい、というわけで、アクロポリスの侍たちね、全く侍が似合わない名前がついてますけど、アクロポリスってのはまあ古代ギリシャのなんちゃらの話ですよ。なんちゃらの建物パルテノン神殿があるあたりのことをアクロポリスっていうのがい？アクロポリスが何なのかはよくわかっていないんですが、ギリシャでございます。ギリシャということは、そう、つまりアテネオリンピックの代表メンバーが来ています。はい、というわけでアテネオリンピックの時の日本代表監督がこちらでございます。サカツク名山木正弘、モデルは山本まさくに監督でございます。山本まさくに監督でございます。はい、というわけでね、こうやってきましたね。もうさすがにモーリーポイチはいいね、散々言ってますからね、変えてきましたね、梅ちゃんもね、ありがとう。はい、というわけで、95年から97年まで20歳以下の日本代表監督、2002年から2004年までが U23、その後はジュビロ磐田の監督などをやってきましたが、基本的には日本代表の解説っていうイメージの方が強いかもしれませんね。はい、というわけでじゃあ見ていきましょう。アクロポリスの侍たち、フォーメーションはオーソドックス352。はい、今の352ではありませんよ。今の352はどっちかというと3412とか3421とか、今回のユーロでも結構流行ってましたよね。攻撃するときはなんかこう人数をかけて攻めるんですが、守るときは5バックまで引いてしまう。攻撃のときには全振り、守備のときも全振りみたいな感じのね、ちょっと、サイドバックの
運動量がものすごく求められる、そういうフォーメーションが多いんですが、この時の352はサイドバックがやってませんサイドミッドフィルダーがやっていた頃の352です。この時のサイドバックはかわいそうだよね。だいたい試合に出れませんでしたね。残念でした。はい、というわけで、こちらが、山本昌邦監督の352でございます。基本的には山本昌邦監督は、トルシエのコーチのイメージが非常に強くてですね、ワールドユース、トルシエがやった時に準優勝した時のあのメンバーの時もコーチをやっていたりしていました。なので、基本的には、教えたつもりはないけれど、トルシエの教え子になるのかな？ね。というわけで、352をやっていました。最初はね、ちょっとね、確かフラット3だったんですよ。ただね、メンバーが個性的すぎて言うこと聞かないの。なんだよ、フラット3って、そんなバカな、みたいな。ね。真ん中はフリーで動いた方がいいだろうと。ね。真ん中がちょっとね、怖かったんだろうね。真ん中の人が怖かったのよ。フラット3の時はね、常様だったから言うこと聞いてくれたのよ。フラット3っていうのをね、ちゃんと体現してくれたのよ、常様は。だけどね、この時のね、3バックの真ん中はね、あの人なんでね、言うこと聞かない。はい、というわけでじゃあ見ていきましょう。今回はほとんどアテネオリンピックの話になっちゃうかな。はい、というわけでじゃあ見ていきましょう。アテネオリンピック結局1勝2敗でした。最初に2敗したので、もういきなり予選敗退決定。で、最後、消化試合で1勝。こんな感じでございますね。この時の、メンバーじゃない、予選は、パラグアイ、イタリア、ガーナでした。正直言って当時の日本の、まあ、メディア含めて我々サポーターもガーナに1勝、パラグアイに引き分け、イタリアに負け、みたいなね。まあ、そういうのを想像したんですね。そこで行われた初戦のパラグアイ戦で3対4で負け。ね。ボッコボコの打ち合いということで、これで何が言いたいかというと、パラグアイだって日本相手に勝とうと来て、ね、勝とうと思って来てるんで、ね、日本対パラグアイはね、もうノーガードの打ち合いになってましたね。この時、この352で挑んだんですけれども、失点4っていうのがある通り、正直言って3バックハマりませんでした。アクロポリスの侍たちは、実質1試合で諦めてます。残りのイタリア、ガーナ戦は、4バックで挑んでるので、352は諦めました。それまでの、期間、親善試合含めて、予選含めて352が主流だったので、これでいいと思います。ただ本大会で諦めました。パラグアイにボコボコにされて諦めました。ね。まあ、そんな時代でしたね、本当にね。もう一回言うね。組み合わせ、予選の組み合わせはパラグアイ、イタリアで、パラグアイ、イタリア、ガーナでした。この大会の優勝は金メダル、アルゼンチンでした。銀メダル、パラグアイでした。もう一個言うよ。銅メダルがイタリアでした。はい、というわけで死の組だったということですね。日本代表はなんと銀メダルと銅メダルを相手にしてたんだね。というわけでね、日本はね、すごい組み合わせだったわけだね。ちなみに優勝のアルゼンチンのメンバーは、2トップが、サビオラとテベスでした。テベスは大会 MVP 得点王だったかな？得点王は取ってるよ。ハットトリック決めてるのでね。で、さらに、パラグアイはね、ちょっとメンバー見たけどあんまり知らなかった。で、イタリアは、当時のメンバー、イタリア代表の当時のメンバーには、フォワードにジラルディーノ、ボランチにはデロッシとピルロがいました。ね、こんなメンバーとやれたんだから幸せだね。本当にね。じゃあ、あと他のメンバーで言うと、ポルトガルにはクリスティアーノ・ロナウドがいましたね。19歳で選ばれてました。メッシはこの時まだ17歳なので入ってません。で、当時の日本代表のメンバー、じゃあこの352で当てはめていっていきましょうかね。まあ、ログインボーナスでなんとなくわかるとは思うんですが、まず、ゴールキーパーは蘇我畑です。今回のメンバーにも入ってるよね。今回のガチャにもいると思います。はっきり覚えてない。ね。そしてセンターバック、左がナス、右がモニワでございます。これ入ってない？ナスとモニワは仙外。かわいそう。
そして、センターバック、先ほども言ったようにフラット3なんじゃこりゃということでね、全く言うことを聞かなかった男、その男の名は田中マルクス・トゥーリオ。はい、というわけで皆さん言うこと聞かないに決まってるでしょね。トゥーリオが言うこと聞くわけないじゃないのね、本当に。というわけでフラット3は諦めた3バックでございます。ボランチに関しては阿部と今野、この当時ボランチはこの2人で最強でしたね。控えにはね、菊池もいましたかね。そして、左は森崎浩二、右に徳永雄平、トップ下に小野伸二でした。左に関しては田中達也だったり、もしくは右は松井大輔だったりしたんですが、この時は徳永雄平の方がレギュラーだったかな。うん、途中でね、4バックに変えたりも実際してたんですよね。その時にね、徳永を入れておくと4バックに移行しやすいんですよね。なので、松井大輔はね、レギュラーなんだけれども、ちょっとなんか使いづらそうにしてましたね、山本昌邦さんはね。そんな感じ。そしてトップ下はね、今言ったかな、小野伸二となっております。森崎浩二は入ってない。松井大輔は入ってる。小野伸二は入ってる。そんな感じ。そしてフォワードに関しましては、大久保嘉人がフォワードでした。アテネオリンピックに限りなんですが、フォワードはほとんど高松でしたね。大分トリニータに在籍していた高松選手でしたね。大分だったっけこの時、高松。大分だよね、確かね。この時、調子が良かったということでね、高松でしたね。で、途中交代で平山颯太と、そういう感じになっております。今回平山は入ってますね。大久保嘉人も入ってます。こんな感じ。そして、4バックにする場合は、那須に変えて駒野。で、徳永が下がってくる。こんな感じで4バックになっておりました。442なんですが、ダイヤモンド442もやりましたし、ボックス442もやってたので、ボックス442の時は松井大輔。4の時は、誰が出てたんだろう。わかんない。はい、というわけで以上、山本昌邦さんのアテネオリンピックでした。まあ、正直言って、この時のメンバー、今名前を言って、今でこそさ、レジェンドがいるじゃない。ね。だからさ、なんかこう、ああ、すごいメンバーだったんだなって思うかもしれないんですけど、当時実はね、この世代、小野伸二を除いて、ちょっとね、谷間って呼ばれちゃってたんですよね。一個前が凄すぎて。一個前が凄すぎて、この世代がちょっと谷間なんて言われちゃってたんですよね。その谷間の世代なんて言われるのを、実力で返せっていう風にね、言われてたんですけどね、実力通り終わりましたね。パラグアイがちょっと予想外だったかな。うん。はい、というわけで、以上、アテネオリンピックのお話でした。はい、というわけで、ここまで何分？もう半分経っちゃったんで、ここで一旦カットしたいと思います。一旦カット！長い。優勝してもコーラは飲むけどね。はい、というわけで、前回のユーロのハイライトでした。そうか、あれから何年も経つのか、もう。水も飲んでたな、そういえばな、サカツくん時に水も飲んだし、コーラも飲んでたね、そういえばね、懐かしいね。そうか、もう前のユーロの時もやってたね、そんなことね。はい、というわけで、そんな話はいい。さあ、サカツく行きたいと思います。はい、というわけで、今回ここ並べた方がいいかな、今週のやること。ででん。あ、もう一気に並べちゃおう。ここもう一気に行きましょう。はい、というわけで、今週のやること、一番上、リーグランキングイベントやりましょう。というわけで、今回は、リーグ戦をバンバン回していきましょうのコーナーでございます。なんならね、今回の日本代表ガチャをやりたいっていう人もいると思うし、その前の、レアルマドリードをやってもいいですし、ね、そちらを回して連携戦を鍛えようという感じかもしれませんね。レアルマドリードにあんまり興味もないな、っていう人はね、むしろこの時の日本代表好きっていう人だったらね、日本代表の方を回す人もいるかもしれませんからね、どちらでも、連携戦高めるのにちょうどいい期間かなと思います。マグも連携戦を鍛えていきたいと思います。今回のリミテッドがね、ちょっと
ちょっと違うんですけど、忘れずに星4の連携も鍛えておきたいと思います。はい、というわけで、今回は新リーグイタリアリーグも来ています。真ん中、なのでイタリアリーグ2324、こちらも合わせてやってみてはいかがでしょうか。星5確定スカウトチケットも手に入ります。そしてその合間合間に SWCC カップ、これが今週のやることででんということで終わりに使わせていただきました。はい、というわけで今週のやることその2、まだエントリー。はい、というわけで、今週はリミテッドマッチのエントリーが来ておりますので、ぜひこちらもご参加ください。今週がエントリー、来週が開催期間となっております。リミテッドバージョンに関しては、監督に就任可能なレアリティが星4ということになっていますので、星4監督で戦ってみてください。さあ、果たしてマグはどんな監督が強くなるのかな、どんな監督が強いのかな、結局マルテタなのかな、なんつってね。はい、というわけで以上リミテッドマッチでした。カンマリスポンサーがないからコーラ飲んじゃうのよねえ、本当に。はい、というわけで、今週のガチャのお話ししていきましょう。日本サッカーのレジェンドたちが降臨、ジャパンレジェンズスカウトということになっております。まあいずれ今回のパリオリンピックガチャも来るんじゃないかなと思います。まあ8月もメンバーは決まってるんでね、8月来るかもしれないですね。来月、もしかしたら同じ時期にあえてぶつけてくるかもしれませんね。なのでね、日本代表ガチャは今後も来ると思うので、日本代表の選手揃えておくのも悪くはないのかなと思います。その時もね、日本代表の選手を入れると強くなるとかがあるのかな。はい、次こんな感じになってます。じゃあメンバー見ていきましょう。小野伸二、この髪型の頃でございます。エンジェルパス。はい、じゃあメンバー見ていきましょう。結構多いね。全部で、11人となっております。組みやすいと取るか、めんどくさいと取るか。はい、じゃあまずはゴールキーパーから見ていきたいと思います。ゴールキーパー曽我畑、これは当時のオリンピック出てましたね、バンディエラでございます。 SS でございます。ただポゼッションなんだね。だからマグには需要がないね。アーセナルなんで。そして、真ん中、田中マルクス・トゥーリオでございます。まあ、この頃はセンターフォワードに赤ポジつけなくてもいいかなとは思うけどもね。はい、こんな感じになってます。ディフェンシブキーマン持ちでございます。 SSS ということで非常に能力が高くなってます。ワールドツアーとかでね、結構ディフェンスで点取れっていうルールがあったりするときにはトゥーリオをね、未だに使ってますからね、楽なんですよね。そして、町田選手でございますが、S1 個ということで確実にこれは外れ枠。申し訳ない、申し訳ない。はい、というわけで、右サイドバック、センターバック、右ミッドフィルダー、両3つポジションついてます。橋岡選手がついております。 SS ということで結構まあ便利かなとは思います。何かしらに起用が可能ですが、攻撃的サイドバックでセンターバックやられても困るかな。どうだろうねこれね。次、そして、左サイドバックとボランチ、旗手レオ選手が来ています。こちらは SS となっております。次、左も右もトップ下も全部赤ポジ。なかなかの使い勝手なんじゃないでしょうか。そしてあまり出てこないプレースタイル、テクニコとなっています。特徴も4つ。松井大輔選手でございます。SS、もう1個 S いかなかったか。ね、ちょっとこれは残念。そして左ミッドフィルダーと左ウィングがついています。相馬選手でございます。ここら辺赤ポジいっぱいつけてるのはやっぱり来月のパリオリンピックの布石なんじゃないですか？これは。ね。きっと小岩監督が出るよ。小岩監督がね。その時に多分フォーメーション違うので、もうこの時のメンバーが使えますよっていうね。そういうね、そういうことをね、しでかしてるんじゃないかな？わかんない。そして、ディフェンシブミッドフィルダー、そしてトップ下、両方赤ポジになってます。小野伸二、レーン持ちでございます。特徴5つ。これだけでもすごい SSS となっております。まあ、この時の小野伸二は非常に
活躍してましたからね。天才肌ではございました。ファンタジスタ。そしてトップ下、前園正清でございます。この前のオリンピックで活躍。でございます。はい、というわけで、前園正清選手でございます。オフェンシブキーマン持ち。ただ SS、なんか特徴あると、ちょっと下がるね。そしてフォワード、大久保嘉人でございます。こちらもセンターフォワード、パワーシューター。まあ、この頃の大久保は突貫小僧でしたからね。もう何も考えずにもうゴリ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 で全然大丈夫な人。だからね、パワーシューターっていうよりかは、ドリブル系になるのかな？パワーシュートがね、ガンガン決まり始めたのはフロンターレじゃないかね。セレッソの頃の大久保はどっちかっていうと体ごと突っ込むみたいな感じのイメージが強かったかなと思いますね。SSS。そして、フォワード、平山聡太でございます。ジョーカーもついてないんじゃ使いづらいね。これは厳しい。SS となっております。ねえ、いやいやいや、平山ですよ、本当に。この頃はあれかい？オランダの頃かい？ね。外食できなくてずっとマック食ってたっていう伝説のセリフがありましたね。ねえ、いや、それは体に良くないよ、本当にね。はい、というわけで、以上、日本代表ガチャでした。そして最後に、マグはね、前回、チケットを持ってなかったんで、お知らせできなかったんですけれども、今回はチケットがあるので、最後にもう一個お知らせしたいと思います。国際大会シーズンチケットっていうのが来ております。今のところマグはまだ引いてはいないんですが、今日はちょっと尺結構使ったんで、来週、リミテッドマッチがあるって時は、大体ね、やることがないのよ。尺が短いことが多いのよ。で、もしかしたら追撃が来ちゃったらいいけど、追撃来なかったらもう一個伸ばすかい？ 7 月31までいけるのか。7月31までいけるのか、これ。無理か。まあ、どっちみち来週引くことになるかな。まあ、追撃の方はどうせ引かないからね。紹介だけだからね。はい、じゃあちょっと見ていきましょう。国際大会シーズン。チケット、ポルトガル、スペイン、イタリアバージョンでございます。まずはゴールキーパー、メレト。ポゼッションのゴールキーパーで AA ということで、今回の無料スカウトに関しては、基本的に能力は AA なので、もし、初心者の方、並びに復帰したばかりの方で、今回のガチャどれ引いたらいいんだろうなーって悩んでる方は、基本的には自分のフォーメーションコンボを開くための選手がいるところを行った方がいいかなと思います。やっぱりね、フォーメーションコンボが開くが一番大前提なので、そこをちょっと狙った方がいいかなと思います。なので、もしそういうポジション、ここがあれば開くんだけどなみたいなのがあったら、そういう選手を狙った方がいいと思います。もしくはポジション別で、戦術別でここは持ってないとかっていうのがあるんだったら行ってもいいと思います。それ以外の方は、もう少々お待ちください。はい、まずは、ポゼッションのゴールキーパー、イタリア、メレト。次は、左ウィング、フェラントーレス、スペインでございます。AA でございます。まあ、これ見なくてもいいか。フェイクドリブル持ちになってますね。マグとしては、ちょっとこれはスキル A さんにするかなとは思ってますね。売っちゃってもいいかもよ。ね、フェラントーレスは今回かわいそうだったね。ちょっとユーロで。ちょっとかわいそうだったね。いやー、本来、ね、16歳のラミン・ヤマルくんのポジションを出るのはフェラントーレスだったかなと思うんでね。残念でした。はい、次。センターフォワード、ジョアン・フェリックスでございます。こちらも A。シュート持ち、カウンターのシュート持ちのフォワードが欲しい。そういう人はどうぞって感じでございます。まあ、このメンバーで言うと、フェラントーレスはね、今後も出るので、もしね、なんだかんだ言って、後に出る選手を取っとくっていう手もありかなと思います。はい、次。後に有名になってまた帰ってくるケースはあるんでね。
そしてもう一つ、ドイツ、ベルギー、オランダ、フランス、こちらを見ていきたいと思います。まずはゴールキーパー、フランスのアレオラでございます。中央突破の AA でございます。次、ボランチ、イルカイ・ギュンドガンでございます。こちらに関しては、ポゼッションのボランチっていうところだけでなくですね、マグはちょっとここ狙い目かなと思ってます。理由はこちら、S ランクのトラップが欲しいっていう方はここを狙ってもいいかなと思います。マグはね、正直 S ランクのトラップがね、いいのがなくて困ってるので、トラップがあったら誰か餌にしたいなってのがあるんでね、ちょっとここを狙い目かなと思ってます。ボランチ、アマドゥ・オナナでございます。シュート持ち AA、 ポゼッションのクラッシャーでございます。そして、メンフィス・デパイ、右ウィングでございます。こちらもトラップなんですね。なので今回ここのスカウトの方がいいんじゃないかなって思ってるのは、単純にマグとしては S ランクトラップが欲しい、その1点だけでここを選ぶと思います。皆さんはまた何かね、他の特徴があるところを選んでみてはいかがでしょうか。マグは多分ここにするかなと思ってます。そして最後、アルゼンチン、ブラジル、イングランド、クロアチアでございます。はい、まずはセンターバック、チアゴ・シウバでございます。こちらはパスカット。チェルシーの中央突破でリーダー。そして、ナウエル・モリーナ、右サイドバックの攻撃サイドバックで、ドリブル持ち。中央突破の右サイドバック。これをね、自分のと当てはめて考えておいてくださいね。ボランチ、マルセロ・ブロゾビッチ、中央突破でございます。こちらはフィード。になってます。次、メイソン・マウント、こちらもチェルシーでございます。クラブで選んでもいいかもしれないね。そして、メイソン・マウントでございます。バーストロングシュート持ち。はい、というわけで、こんな感じになっております。以上のガチャ、どれを選ぶかは皆さんの手持ちのカード次第っていうところだと思いますが、やっぱりマグはちょっとね、 S ランクトラップは前々から欲しい欲しい思ってたんで、今回はそれを引きたいなと思ってます。はい、というわけで、はい、だいぶいい時間になりましたので、ここで切りたいと思います。今回の動画良かったという方はコメント、高評価、チャンネル登録していただけますと、マグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。はい。というわけで、ね、マグもすっかり忘れてました。はい。今埋まりました。リーグやったから。なのでね、皆さんもね、リーグやれる機会なので、このタイミングでね、ちょっとリーグ戦回して、こちら、埋めていってはいかがでしょうか。リーグ戦をやれってのがあるんでね。そういうのをここでやってみてはいかがでしょうか。ではでは、今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。ちなみに今月いっぱいまではね、まだユーロが見れるらしいので、じっくり今、毎日ユーロまだ楽しんでます。ね。第一節はもう消え始めてるけど。消えるんじゃないよ、アベマさん。